沖縄の生きる伝説、具志堅用高さんの名言集インタビューで、座右の銘は何ですかと聞かれ、左右の目は両方とも 2.0 ですと答えた。クイズ番組で数字を選んでくださいと言われた具志堅用高は、ラッキーセブンの5と答えた。インタビューで血液型の話になり、具志堅さんは O 型でしたねと言われ、いいえ、僕は小型ですと返した。ドライブスルーで、具志堅用高はこれとこれをお願いしますと指差しで注文した。すると店員に、名前でお願いしますと言われ、具志堅用高ですと返した。